スインガー TV、スインガーです。ということで、本日の試合、スイーバーロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス。結果は、2対1で、マリーンズ、ビクトリーです。はい。ということでね、もう、CS 進出リーチとなりました。はい。一度ね、3位に上がる条件は、もう、ロッテが、1勝したらもう、自力で、はい、CS 進出することができます。まあ言ってしまえば、ロッテが残り3試合全敗して、楽天が全勝したら逆転で楽天が、CS っていう風になるんですけども、もうそれ以外は全部ロッテが、全て CS になりますと。まあただね、本当に最後まで何が起こるか分かんないんで、もう本当に一試合一試合、もう集中して、戦っていくのみでございます。はい。っていったところで、今日の試合の方を振り返っていきましょう。本日の先発ピッチャーはナンバー16、熱木種市でした。はい。種市選手、怪我明け、ぶっつけ本番となる、登板ということで、本当にね、種市選手どういうピッチングするかといったところでですね、5回87球、被安打4、三振6つ、フォアボール2、無失点ということで、結構ピンチで何回かございましたけども、無失点に抑えてくれることができましたと。まずは拍手。はい。そう、病み上がりのね、種市選手って結構ね、打たれる印象があったから、俺正直ね、不安でしかなかった。はい。もう立ち上がり、いきなりね、2アウトからですけども、2アウト1、3塁のピンチになったんですよ。でもまあ、安田選手のところで、センターフライで、なんとかね、先制されないっていうピッチングを、まあ、してくれましたと。で、さらにね、3回の裏なんかは、2アウトからまたまたね、フォアボールでランナー出した後に、種市選手が思いっきり牽制球を、ブーンってね、まあ、冒頭っちゃ場を冒頭か。そう、ちょっとね、2人選手の、ところよりも、ちょっと逸れたところに、剛速球投げて、まあ、牽制悪送球で一気にね、まあ、二塁で完全に楽天の先制されるような雰囲気だったんですけども、それをなんとかね、抑えてくれてって言ったところで、とりあえず5回まで。俺的には6回行ってもよかったんじゃないかなって思ったんですけども、まあ、まあ、病み上がりっていうこともあったのか、まあ、5回でね、とりあえず1点も与えないピッチング、なんとかね、果たしてくれました。はい、改めてナイスピッチングでした。はい。あとそうだ、キャリア初の、規定投球回達成おめでとうございます。はい。ロッテ球団史に残るピッチャーになったんじゃないかなと思います。はい。で、種市選手の後、マウンドに上がったのは横山選手でした。まあ、横山選手今日もね、無失点ということで、まあ、相変わらず抜け球もね、まあまあありましたけども、まあなんとかね、抑えてくれました。はい。で、7回鈴翔選手。鈴翔選手は三振2つを含む三者凡退。本当にね、鈴翔今日はめちゃめちゃ良かったです。ナイス、はい。個人的にね、そう、俺やったら6回まで種市選手投げさせて、7回国吉、8回鈴翔、9回増田さん3連投っていうね、ことを考えてたんですけど、まあそうはなかったっていうね。まあこれに関してはね、まあいろいろね、物議醸しておりますが、まあ私も、はい。大体皆さんと同じ意見です。はい。もう何かとは言いません。はい。で、8回、菊池選手がマウンドに上がりましたと。ああ、その前に、あれか、先制のシーン、いきますか。はい。7回の表、ポランコ選手、ライトスタンドへの先制ホームランパワーということで、もう早川選手の前にね、もうロッテがほとんどね、もう、チャンスメイクすら、まあ、作れない状態に、まあ、落ち着いておりました。っていうのももう、早川選手に関しては、だいぶもう苦手意識ついてましたし、まあ、今日の試合もうほんと1点2点ゲームかなーって思ってましたよ。はい。まあ、案の定そうなったし、なんなら今日、ネフタリ選手がもう、全くって言っていいほど、タイミング合ってなかったから、これ本当にどうやって1点取るんだと。はい。言ったところで、ポランコ選手がいきなりドバーンと打ったからね。やっぱ楽パで打ちますね、ポランコさん。本当にナイスホームランでした。さすがに声出たね。で、8回の裏、菊池選手マウンド上がったところでね、浅村選手にタイムリーヒットを打たれてしまって、1対1と同点になってしまいますと。まあこれ菊池選手ね、
今日登板する前まで何試合連続かはちょっと忘れましたけど、無失点ピッチングをね、結構継続して続いてたんですよ。で、ある時ね、登板間隔空いちゃったんですよね。だから、久々のマウンドだったんですよ、菊池選手。そう、それで結局、間隔が空いてしまったのか、本来のピッチング、まあ、できずに、まあ、ちょっとね、打たれてしまったっていうか、まあ、そういう残念な結果に終わってしまったんですけど、まあ、俺はね、ノーアウト二塁の場面で、辰巳選手を空振り三振したところが、俺的には良かったかなって思ってます。はい。辰巳選手にもしもヒットなんか打たれてしまったら、もう完全に、4対1とか多分なってたんじゃないかな。あの場面で、とりあえずノーアウトからワンアウトになって、まあ、浅村選手のタイムリーシャアなしで、でも、ワンアウト一塁になったんですよ。タイムリー打った後に。安田選手、伊藤幸也選手を抑えたっていうので、多分ね、ランナーが一塁っていうところで、ちょっとだけ楽になったのかなと、はい、僕は考えております。はい、まあとりあえず菊池くん、なんやかんや実はこれプロ初勝利です。おめでとうございます。はい、本人多分絶対悔しいと思うけど、一応ねヒーローインタビュー上がってましたけど もうめっちゃ暗そうやったとりあえず来年はね、正真正銘の本当に、嬉しい一斉で、勝利を挙げられるように、はい、ちょっと頑張っていきましょう。はい、とりあえず菊池選手お疲れ様でした。はい、はい、で勝負ありとなった9回の表、ワンアウトから荻野選手ヒット、ネフタリ選手のところで、三振で、和田選手が、盗塁で、成功で2アウト2塁と、はい、まあ荻野選手ヒット打った後にダイソーということで、ポランコ選手敬遠で、佐藤俊君のところでね、野に本選手が冒頭で、二塁三塁と、はい、ここで相手チームにミスが出ました。はい、ミスが出たっていうことは、もう相手のミスを、まあ、ついていく野球。これが結構もう本当にね、もうほぼ2、3年伝統となってます。相手のミスをつく野球。で、そのチャンスでね、トシヤ選手がセンターへのタイムリーヒットで2対1と勝ち越し。もう最高。ナイスバッティングすぎるよ。もう華麗にカーンってね、打って、センター前のタイムリー。もう、後半はあれじゃない？ネフタリ選手が、タイムリー打てない時、トシヤ選手が代わりに打つみたいな。そんな感じが最近ね、多いですね。トシヤ選手、本当にナイスバッティング。プラスアルファ、これで、規定打席到達しましたよね。トシヤ選手。いや、本当ナイスだ。多分プレミア中に選ばれるでしょう、確実に。トシヤ選手ちょっとね、これからの活躍本当に楽しみです。はい、っていったところで最後、3連投増田選手、はい、村林選手にヒット打たれるんですけども、石原選手のところでパントファールフライで、最後大郷選手で、ライトフライで3アウト。増田選手ね、最近ずっと無失点、10試合連続無失点なのかな。本当にね、安定感がある。しかも三者凡退が多い。まあ今日は、ちょびっと激動したけど、はい。増田選手がここに来てね、めちゃめちゃ安定感増してるっていうことで、本当に安心します。本当に、ナイスゲームです。はい。はい、ということで、今日勝ったことによって、だいぶね、CS 進出に関しては優位な展開に持っていったんじゃないかなと思います。事実上クライマックスシリーズゼロステージですよ、実質プレイオフ。うん、ただね、まだ終わってないんで、本当にレギュラーシーズンをね、いい形で終えるようにちょっと頑張っていきましょう。で、明日先発ピッチャーは佐々木朗希投手です。明日朗希が勝ったら、キャリア初の2桁勝利ということで、里崎指数によったら朗希選手は 1A なのかな。一応WBC 選ばれてなかったら無印ですからね、朗希選手。はい、とりあえず2桁して最高に、いいシーズンを終えるようにちょっとね、朗希選手頑張っていきましょう。で、相手岸選手です。今年の岸選手打ててない。はい、そろそろ対策しましょう。とは言ってもね、やっぱりプレーオフにかけた大事な試合なんで、多分岸選手も相当仕上げてくるんじゃないかなと思います。まあ明日の試合も今日同様、もうロースコア覚悟で
ちょっと明日の試合見ていきたいなと思います。とりあえず、そうだね。朗希選手は6回までは投げてほしいな。で、中継ぎ陣はもう、フル総員。うん。増田選手4連投もおかしくない。まあそんな感じがします。あ、さすがに国吉選手が投げるかな？はい。ちょっとわかんないけども、明日、勝って、もう本当に CS 進出決めていきましょう。ということで今日の動画はこの辺で、以上、スインガー TV でした。